はい、じゃあ改めまして岩瀬と言います。まあ、さっきから言われてますけど、一応僕本屋で働いてます。まあ、ちょっと前までガーデンパークで働いてて、今ちょっともう天気になって違うところなんですけれども、で、僕が今回おすすめする本、この唇に歌おうっていう本なんですけど、実はもともとはこっち三浦紫音さんのカムサリナの日常をおすすめしようと思ってたんですけど、一昨日この本を見つけ売り場で見つけて読んで、もうめっちゃすごい一気に読んでしまって、すごい良くて、それで、まあ、今回こっちを紹介しようと思ったんですけど、正直表紙僕はあんま好きじゃないんですけど、なんかちょっと漫画チックというか、なんかあんま表紙は好きじゃなかったんですけど、一応これは中学校の合唱部が舞台で、まあ NHK の合唱コンクールっていうのがまあ毎年あるんですけど、でまあそういう課題曲で、何年か前アンジェラ・アキさんの手紙背景15の君へでしたっけ、そういう曲が課題曲だったと思うんですけれども、まあちょうどこれはその年のそのそれが課題曲やった年の話で、まあ実はじゃない全然フィクションなんですけど、でその手紙をっていうのがすごいキーワードになってて、この合唱部の先生が、まあこの子供ら生徒らにまずこの曲を歌う前にこの自分の15年後に当てて手紙書きなさいっていう、そういう宿題出して、まあそのこの本の中へどこどこでそれぞれの手紙が出てくるんですけど、まあそれがすごく心にくるというか、グッとくるっていうのがすごいあるのと、あとはですね、ここで合唱部もともとは女の子だけで、男の子最初合唱部にいてなかったんですけれども、最後の中学3年になった時に合唱部の先生がちょっと出産で、ちょっと代理のなんか綺麗な先生が来はって、まあその先生目当てで一気に男子部員増えてっていうのがあって、だから男子部員は正直合唱素人が始めるんで、最初もバラバラなんですけれども、そこが、そこからだんだんと男子部員の心がだんだん変わっていってっていう話になってます。でまあ最後、合唱コンクールの一応これ長崎が舞台なんで、長崎県大会のところでまあ話は終わるんですけれども、そうです、単純な、なんていうでしょう、まあ、青春小説系とか爽やか系な小説とかが結構好きなんですけれども、その中でもこの小説はかなり自分の中ではもうめっちゃグッてきたっていうのがすごい強い小説です。でまあこの中田栄一さんって方は正直あんまり知らなかった方なんですけど、まあ書店員さんが結構注目浴びしてる作家さんみたいで、まあ今後ちょっと何か動きありそうな気が個人的にもしています。なんか本屋大賞とかにちょっと近いんちゃうかなみたいな風に個人的には感じてます。あとまあこれ長崎の五島列島っていうちょっと偏僻なというか、まあちょっと変わった島が舞台で、まあ五島列島ってなんかキリスト教の教会とかがいっぱいある、ちょっとまあキリスト教の島というか、まあそういう島らしくて、まああんま詳しくは知らないんですけども、まあそういう思想的なもちょっと、まあそれぞれの子供がまあちっちゃい頃からその教会に通ってたりとかっていうのがあるんで、とそういう話とかもちょっと出てきたりとかっていうのがあります。そうですね、まあ僕今年読んだ小説の中ではもう完全に今のところもう1位です。はい、ちょっと、はい、残ってしまいましたけど、はい、ありがとうございます。
長崎が舞台ということは、はい、みんな長崎弁で喋ってる感じですか。方言で、はい、かなりの、はい、あんまりその長崎弁が分かんなくても結構雰囲気で読めちゃう感じですか。全然大丈夫です、はい、かなりなまってる感じなんですけど、はい、いいですね、そうですね、うん、この島に行ってみたことあるんです。あ、はい、はい、あの岡田栄一さんの名前はなんかあんまり聞いたことがない人を知ってたんですけど、はい、その方これがデビュー作とかなんですか。デビュー作じゃないと思います。2冊、3冊目です、ね、うん、あ、まだ新しい作家さんですか。そうですよ、1978年は32、3、うん、これから来そうですね。なんか気が、はい、個人的にはかなりしてるんですけど書店員部行かせてるんですね。そう、書店員さん大注目。あまんま載せられてるじゃないですか。見事に、見事にその通りだった。そうそうそう、映られなかった。いつ出た本なんですか。これね、ほんま、そうなんですよ、11月の終わりに出たばっかりで、ほんま新刊なんですよ。こっちもすごい席なんだけどね。そうそう、三浦市場で株を買ったら、ね、ただこっちでよかった、準備しておいてもらって、はい、はい、ありがとうございます。